はい、イマティです。今日はですね、前々から言ってた、パトリオットのホイールアーチのところを黒いモールで縁取っていくというのをね、ようやく手に、手をつけようかなと、思っております。ですね、モールの方なんですけども、このね、ここに出てるような、感じのモールを買ってきてます。多分4メーター、幅9ミリで、長さ4メーターで1200円ぐらいだったかなと、思うんですね。でこれをですね、ホイールアーチの方につけていって、ちょっとね、ホイールアーチをくっきりさせるっていうか、メリハリつけさそうかなというふうに思ってます。貼る時のポイントとして気づいたことがあるんですけども、後ろのホイールアーチはどうしてもドアが開くので、そこだけはカットしなきゃいけないんですが、その後ろは全部1本でいきます。で、前のホイールアーチももう1本つながったままで全部でいけますね。全部つながったままでいけますね。なので綺麗に見えますね。つなぎ目とかもなくて。で、貼る時の注意事項なんですけども、ホイールアーチの油分を落として貼るのは当然なんですが、細い両面テープで貼るんですよね。そのモールについてあった細い両面テープで貼るんですけども、まあ、それは そこまで多分粘着力が強くないし、細い、モールなので接地面もちっちゃいのでですね、しっかりピタッとつけなければ浮いてきちゃったりするんですね。でそこでモールってこのくる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 巻いて打ってあるんですけども、最後の方になったらその巻くところがちっちゃいんで巻き癖がついてるんですよね。でそれをちゃんとこう外側にこう巻き癖を直してから貼らなければ、浮いてくるんですよね。それちょっと後で気づきました。なので、最初の方は巻き癖があまりついてないので、大丈夫なんですけども、最後の方になったら巻き癖がひどいのでちゃんと伸ばしてから貼りましょうということがポイントかなと思いました。で実際ですね、もう3つのホイールアーチやったんですけども、1つ分足らなかったんですよ。なので、4メーターでは、1つのホイールアーチ分がちょうど足らないというような状態なんで、ちょっともったいないですけど2つ必要ですね。なのでそれを買いに行ってます。はい、そういうことで4つとも装着が終わりました。どうでしょうか。あまりわからないですね、正直言って。まあちょっと縁取りがされたかなっていう感じはあるんですが、まああんまりそこまではインパクト出なかったかなとも思います。これが一応ね、ビフォーとアフター同じ場所なんですが、まあこうやって見ればね、縁取りされてるなというふうにわかるかなと思いますね。まあキリッとしていいんじゃないでしょうか。ということでね、パトリオットの4つのホイールアーチ全部ね、このモールで飾ってみました。はい、ということでですね、今日は、パトリオットのホイールアーチをモールで縁取ってみたということでしてみました。いかがだったでしょうかね。あんまり変わり映えがなかったですけども、まあちょっとねキリッとしたんじゃないかなと思います。パトリオットのガソリン、ここからね入れなきゃ、鍵なんですよね。これが超難しくてさ、なかなか開かないよね。開いた。今ガソリン高いですね。149円だって。高っ。ということで満タンを入れたら45、6リッターだったかな。で、そこで出てきたのが、次この満タン状態で走れるのが445走れますよと。了解です。はい、ということでこのパトリオットは、まあ下道それと高速合わせて、だいたい燃費が 8.5 前後ぐらいかな。高速が多かったら、前も言ったように
9とか10近く、行くような感じですね。ということで、また次回の今 T チャンネルでよろしくお願いします。